古着屋趣味。どうも、いらっしゃいませ。古着屋趣味です。さて、本日はですね、カーゴパンツのマスターピース、アメリカ軍の M65 フィールドパンツ、こちらをご紹介していきたいと思います。本日も最後までよろしくお願いいたします。はい、ということで、本日のこちらのアメリカ軍 M65 フィールドパンツなんですけれども、まあ、見覚えある方が多々いらっしゃるかと思います。アメリカ軍の歴史の中でもですね、こう、長く採用されていた、カーゴパンツの決定版と言っていいと思います。特にこのですね、オリーブグリーン OG107 というんですけれども、この OG107 が使われるカーゴパンツの最終形態です。こちらの M65 フィールドパンツ。まあ、これどういうもんなのかっていうのを説明なんですけれども、まあ、M65 って言われる通りですね、1965年から採用されたフィールドパンツでして、こちらの M65 フィールドジャケットの下に履かれていたパンツですね。こういう組み合わせで使われていたようなものになります。ちなみにもっと言うとですね、このセットの上にですね、こちらの M65 フィッシュテールパーカーを合わせるような形で採用されていたものになります。こちらのですね、M65 フィールドパンツなんですけれども、こちらの前身が、こちらのですね、M51 フィールドパンツです。M51 フィールドパンツから M65 フィールドパンツにこう切り替わったというような流れですね。見た目はかなり似ていますよね。以前ですね、私こちらの M51 動画にしたことあるんですけれども、その際に、現代カーゴパンツの完成形と言ったことがあるんですけれども、もう形としてのカーゴパンツっていうのは、こちらの M51 で完成していると思っています。まあ、比べていただくとですね、ほぼ形は一緒なんですよね。全くと言っていいほど形は一緒なんですけれども、こちらの M51 と M65 何が変わったのかっていうと、素材が変わっております。こちらの M51、コットン 100% の素材です。対してこちらの M65、 コットンナイロン 50%50% の混紡の素材に変わっています。コットン100からコットンナイロンの混紡へ時代の進化とともに変更されていったと。こちらの M51 がカーゴパンツの完成形だとしたらば、こちらの M65 はですね、カーゴパンツの決定版と言っていいと思います。完成形を改良して改良を重ね、こちらの OG107 を使ったこちらのカーゴパンツのアメリカ軍の最終形態、まあ、決定版と言っていいかなと思いますね。カーゴパンツ界のマスターピースと言っていいかなと思える一着だと思います。ではこいつのタグを見ていきたいと思います。まずウエストのところからスモールレギュラーというサイズ感ですね。スモールレギュラーというサイズ感です。したらこちらのバックポケットにも、タグがありますので、そちらも見ていきたいと思います。正式名称トラウザーズメンズフィールド M65 と書いてありますね。でこちらの下ですね、ウィンフィールドマニファクチャリング CO インクというところが作った一着。コントラクトナンバーを見ると DSA167C と書いてありまして、67年会計処理の通った一本です。ということでこちらがですね、67年頃の一本なんですけれども、ジッパーを見てみるとですね、こちらアルミのスコービルジッパーが使われています。もう一本こちらも見ていきたいと思います。タグはこちらスモールショート、すごい珍しいサイズですね。スモールショートのサイズで、次はこちらポケットのタグを見ていくんですけれども、 DSA174C と書いてありまして、74年の一本、製造はウィンフィールド MFG、 先ほどと同じですね。でその下、素材が 50% ナイロン 50% コットンで、名称も変わりましてですね、トラウザーズコールドウェザーコットン&ナイロンウィンドレジスタントサテンオリーブグリーンアーミーシェイド107、めちゃくちゃ長い名前に変わっています。でこちらの M65 フィールドパンツもですね、時代によって多少ですね、ディティールが変化しております。こちらの M65 フィールドジャケットはですね、4タイプ、ファースト、セカンド、サード、フォースとか聞いたことあるかなと思うんですけれども、まあそういうのを動画にしてますので、ぜひ見てくださいっていうところなんですが、こちらもですね、年代によって差がありました。同じくなんですけれども、こちらのフィールドパンツにもそれぞれ差がありますね。こちらのジッパーを見ていきましょう。でこちらのジッパー、グラスのジッパーになっています。でこちらの2本ですね、形は全く変わらないですね。フロントに 1,2,3,4 で、お尻に2つ、サイドのカーゴポケットからこうテープもついていてですね、形は全く変わらずなんですけれども、ちょっとちょっと細かいんですが、こちらが70年代の1本なんですけれども、お尻の継ぎ目1本シングルステッチですね。ピリッとサイドもシングル、内股もシングルとなっています。ではこちら60年代の1本なんですけれども、バックがダブルステッチですね。巻き縫いで縫われています。ゆるーっと巻き縫いで縫われています。でサイドを見てみると、シングル、内股もシングルですね。これは個体によるんですけれども、このサイドもダブルステッチで仕上げられているものもあったりとかして、それはですね、個体差だと思います。なのでパンツの場合はですね、結構わかりやすくて、ジッパーがですね、ブラスからアルミに変更されているっていう点と、こちら縫製の仕方がですね、ダブルステッチで上げられているっていうこの変更点がありますね。でこちらをですね、前期タイプ、後期タイプと呼んだりします。というところで一旦履いてみたいと思います。
はい、ということでいかがでしょうか。今私はですね、スモールレギュラーというサイズ感を履いています。やはりですね、ここら辺のカーゴパンツ、スモールショートのサイズで履くのもいいと思うんですけれども、こういう風にちょっと靴に生地を溜めて履いてもものすごくかっこいいんですよ。裾にドローコード、このパンツの裾にですね、このようなドローコードがついていて、裾が絞れるようになっています。それを利用して裾を絞って、今ちょっと腰巻きしてます。裾を絞ってちょっと腰巻きして、こんな感じですね。この靴に溜めながらこの太さを楽しむっていうのが、この M65 のいい楽しみ方じゃないかなと思います。また、あとこのパンツですね、特徴的なのが、このサイドにアジャスターがついていますので、ウエストを調整して、このように綺麗に履くこともできます。やっぱでも僕はちょっと腰履き派なんで、このようにこうルーズに履きたいなっていう気持ちがちょっと強かったりしますね。これ、なので僕、身長170ないぐらいなんですけれども、スモールロングを買って楽しむのもありだと思います。ちょっと今うちのお店にスモールロングないんですけれども、スモールロングを買って、もうちょっとこうブーツっぽいものとか合わせて、こう生地をグッとこう靴に溜めて履くっていう履き方もありだと思います。ちなみに先ほど紹介したこちらの M51、 私がこれ履いているものなんですけれども、サイズはスモールロングですね。これをですね、裾絞ってグッとこう足元に溜めて履くっていうのも超かっこいいんで、それもありだと思います。やっぱこれだよねっていう、この太さね、最高にかっこいいと思います。それ次はですね、ちょっとやりたいことがあるので、そちらをやっていきたいと思います。はい、ということでいかがでしょうか。完全に完成しました。こちら M65 セットですね。ちょっと僕コスプレ歴があるもんで、合わせてきたいっていう気持ちが芽生えてしまうたちなんですけれども、合わせてきるとこんな感じ。まあ何の参考にもならないんですけれども、こんな感じです。こちらが M65 セットです。そしたらもう一個やりたいことがありますので、いきたいと思います。はい、ということで完成いたしました。M65 フルセットです。ちょっと靴が残念なんですけれども、靴が残念なんですけど、それちょっと見逃していただいて、このフィッシュテールパーカーって基本的に作りが大きめに作られているんですけれども、なぜ大きく作られているのかっていう理由がやっぱりわかりますよね。こういう風に着てみると。まあ一番上に着るオーバーコートですので、このような感じになります。で、私写真で見たことあるんですけれども、当時の人たちの着こなしっていうのをちょっとやってみたいと思います。ということで完成いたしました。当時はですね、おそらくこのように着られていたんだと思います。後ろのフィッシュテールはスナップで留めて絞る、前も絞る、こちらも絞って動きやすくする。過去の写真を見るとこのように着用されていたことが多いんじゃないかなと思います。もうもちろん靴はこれじゃないですし、手袋とか、あと寒冷地だとこういうファーのついたフードをかませたりとか、まあいろいろあるんですけれども、多分全体のシルエットとしてはこういうようなシルエットですね。めちゃくちゃあったかいです。これがですね、おそらく正しい M65 フィッシュテールパーカーの着方だと思います。はい、ということでいかがでしたでしょうか。本日はこちら M65 フィールドパンツのご紹介でした。やはりですね、アメカジの大定番ということで、こういう寝るシャツだったり、こういうスウェットだったり、アメカジのアイテムにはもうものすごく合いますね。もう本当に完璧にベストマッチしますね。やはりですね、こちらの M65 フィールドパンツ、アメリカ軍カーゴパンツの決定版と言って問題ないかと思います。カーゴパンツ界のマスターピースでございました。こちらの動画面白いと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。あとインスタグラム、TikTok、フォロー何卒よろしくお願いいたします。古木泰美でした。今回も最後までご覧いただきありがとうございます。中目黒の古着屋、古着屋シミーをよろしくね。